こちらが撮影し始めたことを向こうは察知してる。アクセルが吹かし方がちょっと前の時と違う。ですぐバレてる。右曲がりよ。あ、この辺に潜んでるやつなのかな。時刻と日付2024年、1月の17日、時刻は20時何分かな。もうすぐしたら時計があるから、これが暗かったら見えるかな。20時30分ぐらいだとは思うんですけど、20時40分。まあどういうつもりだったのか、後ろから。かなり離れた位置では、アクセルを、まあ暴走族特有っていうんですかね。一定のアクセルの開き方をしない、意図的に音を出すようなアクセルの開け方、それを押しながらある程度のところまで距離縮めてきていたから、撮影してなかったらそのまま威嚇するような形で横通り過ぎてきたんじゃないのかなっていうのが、まあ、僕の推測ですね。わかりました、わかりました。今日高取で、高取駅、JR 高取駅、長田区でしたっけ、初音協会から帰ってくるとき、男女二人組で絡んできたや連中。男の方が、今のお前の実力はそんなもんやって言ってきた男の仲間かんとちゃうかな。で、この辺に潜んでる奴らが、僕が買い物行った時を見計らって、帰りもうすぐした通る分のんとかで、本当は夜道ほど危険なものがないから、まあ昼もそうなんだろうけども、警察官が一緒に行動した方がいいと思いますけどね。その方が早いと思う。まあ今日高取の駅で絡んできたものが2名、女性1名、男性1名。まあ絡んできた言葉が、女が来たでっていうような声を、まあ言い方、まあ、からかうような、来たでっていうような、なんて言うたんや、もっと違うの、ちょっと言われへんな。なんか、からかうような、ものすごく深いな言い方で言ってきて、で、もうこっちが、まあ、どこの誰か分からへんから、そんな言い方やったら分からへんわって言ったら、男が、今のお前の実力はそんなものやって言ってきて、で、さっき買い物の帰りに、オートバイで、改造バイク、マフラー、後ろから、まあ、アクセル変な開き方していて、撮影始めるとアクセルを一定の動きにしてっていうやつ、ナンバーも記録しましたけども、先ほどそいつらを撮影した後来た車側の車かな、営業時間を20時までで、7814で神戸ナンバー、現時刻先ほども、つけましたけども、だと思いますね。あの車かどうかちょっと特定難しいかな。世の中から見たら、
あそこの看板のところが光ってるから、テントランプかなって見えますからね、まあ、さっき、まあ、車が、まあ、どちらにしても同じですよ。もう20時回っていて、もう21時前、先ほど、パソコンで時刻記録したときに、もう車ずらーっと止まってる。で、まあ不法営業のはずだったはずですよ、この時間で。キリがないぐらいずっと集まってきてる。サミスで先ほど撮影失敗したんです。撮影したものを消してしまったんですけども、2024年1月17日、21時2分羽も生活21時回っても、まあ先50分ぐらいに車が来てたんですけども、駐車場に車満車状態。そこに集まってくることをその集団化しやめれないみたい。その悪いことしてる人間たちばっかりが集まってくるから、そうくぜ本当に。営業時間は20時までで、もう別に20時とかは認めてないから、こちらはもうそこの建物、その住宅密集地にそのたくさん人が出入りする商業施設をもともと作ってはならないっていう判例があるから、本当はもともと作っちゃダメで、今すぐ解体しなきゃなんない。建物を封鎖するところまでは絶対しなきゃなんない。